BMX パフォーマーのゆうやです。今回はインサイドペグウィリーの切り返しのハウトゥーをやっていきたいと思います。切り返しのやり方なんですけど、右足をタイヤの奥まで振り切って、そしてバックスピンに入って、で前に出たと同時に少し右足をまた元の位置に戻します。これを何回も繰り返します。車体を寝かすときにハンドルは切らずにまっすぐな状態で寝かします。切り返す時の左足の動きは、バックスピンに入った時にしゃがんで、そして前に出る時に押し出すように膝を伸ばします。バックスピンに入った時に下げて、そして前に出た時に上げます。切り返しているときにハンドルが体に近すぎると切り返しづらいので、体からハンドルを離して切り返しましょう。今回のハウトゥーはインサイドペグウィリーの切り返しを紹介しました。そしてこの技ができるようになるとスネークスピンとかもできるようになってきます。そしてスネークスピンは別のハウトゥー動画でも上げてるので、ぜひそちらもご覧ください。そしてこれからもいろんなハウトゥー上げていきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。